夢と目標を達成する人と達成しない人の違いははっきり言います。振り返りをしているかしていないかでございます。えー、これがまた週に1回がちょうどいいっていうのもね、データが取れているんでございますよ。月に1回だと忘れてしまう。毎日だとほとんど何も変わってないので、ちょっとあの、めんどくさくなる。週に1回だと、 できているところとできていないところがある程度の履歴になるんですよ。毎日だと今日できた、できないぐらいになっちゃうんだけど、7日間のデータだと、あ、だいたい5割ぐらいはできたなとか、完璧にできたなとか、いや、やば、 一回もやってないやとかっていう風に分かりますかね ?7 日間分のデータだとどれぐらいの進捗かっていうのがリアルに振り返れるので、一週間に一回。しかも曜日で決まっているとリズムができます。これをね、私日曜日に設定しているわけでございますよ。そしてこの振り返りっていうのは何が大事かアウトプットです。で、アウトプットとは喋る、もしくは書くなので、僕はボイシーを喋る側で使っております。 書く側は手帳でございますので、手帳ぜひね、今クラウドファンディングで、あの、カモ手帳を書けば叶う未来創造手帳2025。一人でも多くの人に届けたいというクラウドファンディングをやっておりますので、ぜひね、こちらゲットしてください。するとですよ、このボイシーと合わせて一周に一回の振り返りができるページを入れております。 しっかり考えておりますので、ぜひね。まあ自分自身がやってるからね。僕だったらこうするなっていうことをちゃんとデザインしている。もちろんあれよ、年間カレンダーもあるし、マンスリーカレンダーもあるし、ウィークリーカレンダーで細かい予定も書けるようになっていて、かつ、目標振り返り会のページっていうのがあって、今年1年どんな1年にするかっていうおみくじを自分で作るっていうページもあったりして、まあ、自己啓発手帳。 目標達成手帳になっていますので絶対にゲットしてほしいです。 ということで、えー、私、今日の箱では今週の振り返りを行いますので、聞き終わったら皆さんご自分の振り返りをしてくださいね。健康と運動で10個。毎日体重と体脂肪率と筋肉量を測り記録する。やってる。1日平均6時間以上の睡眠時間を確保する。やってる。危なかったよ、これ。もう一回ね、なんか2時間ぐらいしか寝ない日が1日あったんで、リズムが崩れそうになったんですけどね。あ、それはね、 なんでかっていうと、ネットフリックス見ちゃったんですよ、調子に乗って。で、今から僕が言うネットフリックスのタイトルは絶対に見ないでください。このネットフリックスの見ちゃうと、絶対睡眠時間が減りますので、一気見しちゃうんですよ。途中でやめられないんですよ。だから絶対に今から言うタイトルのネットフリックスは見ないでください。いいですね。極悪女王。もうこれ絶対、 絶対見ちゃダメ。極悪女王は見ちゃダメです。もう極悪女王を見るとね、寝れないの。私、4時半まで見ちゃいました。<laughs> 一気見して。ダンプ松本さんと長与千草さんの子供の頃からの本当に苦労と、それを努力によって成し遂げて、スターに上がっていって、心が壊れていく様がですね、切なくてですね、これ絶対見ないでください、極悪女王は。ね、これ今日の約束です。<laughs> <laughs> え次いきます。毎日必要なサプリメントを取る。やってる。週に1回以上サウナに入る。やってる。週に2回以上ボディトリートメントを受ける。やってる。いやいや、いつもありがとうね。調子良くなってますよ。あなたのおかげで。月に1回エクソソーム点滴を受ける。やってる。あ、これね、リバースエイジングっていう。1年間に0.8歳しか年を取らないっていうのを目標に今やっております。これどっかで説明しようかな。僕あのー、これ、 完全会員制なので、普通の人入れないんですけど、僕一応紹介できる、あの、紹介してくださいって言われてるので、院長先生にね。どっかでこれ話せたら話そうと思います。えー、年に6回ボイスセンターで診療を受ける。やってます。喉調子いいですよ。もうこうじいさんのおかげです。年に1回人間ドック肉行きました。全部の数値が改善できました。もうほんと、お医者さんのおかげ、サプリのおかげです。 それから毎朝筋膜リリースとストレッチをする。これはね、もう半分ぐらいしかやれてないな。でもこれカノミンのおかげでね、あ、やんなきゃっていうふうに、あの、戻ってくるので、カノミンありがとうね。えー、1日平均5700歩、1週間4万歩以上歩くサボってる。 次、ビジネスと新規事業の立ち上げ。10個って書いてるけど嘘。もっといっぱいある。焼肉マフィア、年賞1億4000万、月賞1200万の目標。ありがたいことにもね、達成しております。月賞1400万ぐらいで推移してるから、ありがとうございます。え、カモバンディング、年間100プロジェクト支援運用額2億円も4億円余裕で突破しております。すごいね。みんなすごい。 挑戦しまくってます。カモファンディングでありがとうございます。カモファンディングのページね、ぜひ皆さん見てください。あの、私の、えっ、ー、と、手帳もありますけど、それ以外の方も本当にみんなね、夢を叶える実現装置、カモファンディングを使って、どんどんチャレンジしてる。もうね、ページ見てるだけで勇気湧くっていうのもあるんじゃないかと思うので、ぜひね、いろんなプロジェクトチェックしてみてください。それから出版社のカモブックス。協力出版を年間4冊リリースでいよいよ出ましたよ。原先生の本が、 ねパパ、歯医者さんに行ったら僕な、ユーチューバーになれたよっていう、いもうこれなんつっても利益率60%の歯医者、どうやって作るかっていうノウハウがね具体的に書かれてるとんでもない貴重な本ですよ、これが2000円とかね、安すぎでしょ、これ20万でも。 200万でも人によっては元取っちゃうよ。そういう内容の本がいよいよ出ましたので、あのー、ぜひぜひ手に取っていただきたいと思います。えー、次、物販、メンズコスメ。全然進んでないな、これ。どうなってんだろうな。ちょっとね、萎えてきてます。やっぱ遅れるとえるあ、商標登録の返事が返ってこないで止まって、もうちょっとやる気を失いそうになってますが、あ、あのー、どうなるんだろうね。 ま、あでもまたね、あの、商標登録が通っていけるってなったら急にスイッチが入るかもしれないので、ちょっと待っててください。すいません。今のところなんか、その辺のドラッグストアのを使っててください。次 <laughs>、プレミアムタキシードブランド、ドラッグストアのコスメいいよ。僕、僕使ってますからね。ドラッグストアのね、全然問題ないですからね。ちなみに今の時点で僕が使ってるのはね、えっと、化粧水がオルビス。 オルビスの化粧水と、それからキュレルの美容劇。美,美容劇じゃない。美容液。そしてキュレルの。 フェイスクリーム。この3点セット、今、鴨頭い人、乳液だね、これね、を使っておりますが、あの、うちのブランドのができたら、うちのブランドのも,もちろん使います。というか、僕が、これがいいなっていうやつを作るので、えー、それ皆さんにおすすめしますので、楽しみにしていてください。説明してるとやる気になるな。やっぱこれ言葉にするって、アウトパットって素晴らしいな。急にちょっとゼ然やる気になってまいりました。えー、続いて、プレミアムタキシードブランド、ネクストステージのリリース、横山さん、 っていう方方がねね一一緒に組んででタクシード日本一の方ですけど、ね、この前52歳のバースデーパーティーやってましたがまあすごかったダイヤモンドユカイさんまで来てくれてね1曲歌ってくれたりとかしてあ,あとね僕ずっとね大ファンだった人と会って友達になりましたよ。 ミラクルヒカルさん。<laughs> あの、モノマネ女王、女王ね。あまりにもモノマネが上手すぎて、モノマネ芸人から嫌われていたという噂のあるミラクルヒカルさんとお会いしてですね、お友達になったので、今度焼肉マフィアに来てくれるかもしれません。もう楽しかったな。次カモマニアプレミアムリリースいたしました。昨日でございます。鴨頭ヨシヒトの着ていたステージ衣装とかね、ジャケットとか、えバッグとか。 えー、靴とかね、えー。そういうものが買えるという超スペシャルな EC サイトでございます。えー、ぜひチェックしてみてください。映像制作会社プレイヤーカーモの設立。これまだリリース前なのにもうお申し込み2件いただきました。中野さんありがとうございます、えー。声の学校の開校。もうありがたいことに開校いたしました。大人気で東京校はね、もう会場入りきれなくてごめんなさい。もうズームとかに変えてくださいっていうふうにお願いになりました。次は大阪で11月開校。 です、えー、それから、人と金経営塾開講決定です、えー。来年の1月からです。伝承塾からの、えー、っとバージョンアップ版、人と金経営塾という,もうゴリゴリのお金のことも教える。 そういう経営塾なので、これはすごい。今度、あの、また紹介します。これはすごい内容になるの確定でございますので、楽しみにしててください。経営者の皆さん専用です。最強会社員育成塾、まだ決まってないですね。これでも待望求められているので、頑張ります。和牛の刀西新宿店がオープンし、浅草10月にオープン予定でしたが、これは工事の関係で11月に遅れます。でも、 きますので楽しみにしていてください。えー、そして、カモバンドのライブ年間10回と言っておりましたが、もう15回になりました。えー、今年12月の22日か、えー、カモ頭よしとのバースデーライブも、えー、六本木バウハウスでやることが決定でございますので、スケジュール上げておいてください。えー、ということで、えー、私のですね、振り返り終わりましたので、ぜひ皆さん、ご自分の振り返りにこの後使ってください。えー、改めて、カモファンディング本当に盛り上がっております。 時間に1回ののの振り返り返ページもあるのでこのボイシーを聴きながら使える手帳になっておりますのでぜひチェックしておいてくださいやっぱりね夢と目標を達成する人はね絶対振り返りやってるアウトプットですよアウトプット喋るか書くかまあまあ両方やるのが一番いいでしょうということで私もですねここれからもボイシーでしゃべるととということと 手帳を使って書き出すと、この二つをサクサクと回してですね、目標を達成する方が当たり前、しない方が難しいという状態をこれからも、まあ、キープするっていうイメージじゃないんだけど、これからも淡々と夢と目標をもう達成していく人生でいこうというふうに思っておりますえ。皆さんも一緒にやっていきましょう。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように、 せーのいいねー手帳ゲットしてねー